じゃん。どうも、光マンです。もっとリズムよくしゃくれろ。すいません。はい、ということで、5日目、昼。ということで、恒例の体重測定、行ってみましょう。はい、行きまーす。増えてる。ちょっと増えたな。なぜ？何も食ってないのになぜ増えた？水かな？水今日1リットルぐらい飲んだから。朝今日はなんとあのビレッジヴァンガードで特殊なうまい棒をいっぱい買ってきました。それがこちら、激辛ハバネロうまい棒。それと茨城納豆うまい棒。それと大人のプラチナスナックペッパーベーコン味。それとモッツァレラチーズ味。うまい棒で1300円ぐらい使ったよ。これでこの辛いっていう刺激がね、欲しかったね。これはでかい。これだってあの調味料としても使えるし、何かの料理も。でもとりあえずこれ素材の味をまず確かめたいと思います。実食で、ちなみにこれ、10本入りで、380円、1本38円で、これが賞味期限ギリギリだな。これギリギリっていうか、これギリギリだな。これが、12本入りで250円だから1本22円ぐらいかな。でこれ、この2つが、10本で300円ということで1本30円。これが一番高いんだ。これがこれちょっと怖いから最後にします。でまず僕の地元茨城の名物納豆味を食べていきたいと思います。まだ匂いしてる。あんまり納豆の匂いしない。それではいただきます。あ、なネバネネバ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 する。あ、でこれからしマヨネーズ味、納豆からしマヨネーズ味。あ、すげえ、後から納豆が。あ、でからしのこの感じも鼻にくる感じ。うん、うまい。続いて大人のプラチナスティック、もっとぜざそれ、これいただきます。でかい、ちょっとでかいね、やっぱり、ね、クリーミーなモッツァレラチーズの大人の味わいをご堪能ください。すげえ、なんかね、バニラっぽいね。いただきます。うん、まあ、ね、これだよ、これ超うまそうじゃない。黒いし。ではいただきます。うん、大人だこれ。すんげえ大人の味するわ。あ、しかもこれエネルギーがちゃんと書いてある。ここにエネルギー40キロカロリー、炭水化物 5.4、 タンパク質 0.5、 ナトリウム 74mg、 脂質 1.8。 はあ。あ、こっちもエネルギー書いてある。あ、納豆も40kcal だ。え、モッツァレラも 40kcal。 もうこれでもう 120kcal。 おにぎり半個分ぐらいか。マジいいのこれ、これいいの。
てかうまい棒が書いてないだけか。うまい棒も一応カロリーあるか。40はないとしても20キロカロリーぐらいはうまい棒あるか。こちらはエネルギー43。やっぱこれが一番多いね。高いだけあって、いきますよ。この辛さ刺激的すぎるぜ。探偵的なやつが言ってる。探偵的なやつが。見た目はね、見た目はあの明太子ぐらいの赤さかな。いや、でけえなー、怖えなー。いただきます。あのね、噛む前に鼻で呼吸した時に鼻がもうまず痛い。あ、口痛い。鼻呼吸しちゃダメだ。慣れてきたぞ。まあ俺辛いの好きなんで全然いいんだけど、あのお菓子のハバネロあるでしょ、あれも毎日食ってたからね。それぐらい辛いの好きだから、あのそれよりちょっと辛いぐらいかな。ということで